こんにちは。さて、今日は待ちに待った他の YouTuber さんたちとのマルチプレイの日だよ。シロアさん、ジャジャーン、菊池さん、たかしさんの3人よね。やるからには活躍しないとな。うん、今までのやり込みの成果が試されるからね。じゃあ、早速だけどマルチで遊んでいこうか。どこに挑戦するかはもう決めてあるの？おう、それ重要だぜ。今回は、シロアさんがまだドコパレを始めたばかりということもあって、ランクアップに必要な、オーブをゲットしに行こうと思うよ。なるほどな、今回は人助けってわけだな。まあ、オーブを取りに行くぐらい、ささっと終わらせましょ。簡単に言ってくれるな。他の3人がどんなモンスターを使うのかが楽しみだぜ。僕はもちろん親友で行くよ。この日のために散々強化してきたものね。そういうことです。さあ、誰から入ってくるかな。あ、たかしさんが来てくれたわね。ほうほう、たかしさんは指導か。指導は、大剣豪をつけてシャイニング棒やフリージング棒を覚えさせると強いよね。もともとのステータスが高いものね。いやでもたかしさんレベル95しかないぞ。卵論が足りなかったのかな。じゃじゃーん、菊池さんは、こないだまで降臨してたキングモーモンね。ちゃんと強化もされてるみたいだな。そして始めたばかりのシロアさんは、どうかな。で、僕が今一番欲しいヤマタノオロチじゃん。あんた1ヶ月前からずっとそれ言ってるわよね。だってヤマタノオロチだけは本当に出ないんだもん。でも、もう今からバトルなんだし、ちゃんと気持ちを切り替えろよ。わかってるよマリサ。ヤマタノオロチ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 。雑念だらけじゃねえか。は、今数秒間記憶が飛んでたよ。そんなこと言ってる間にもう始まるわよ。わっとっと、とりあえず最初はバイキルトン。攻撃力アップな。あ、間違えて剣の前をしちゃった。だから何やってんだよお前。とりあえず落ち着けポコニャン。そうよ、物理攻撃で攻めるならまずはバイキルトよ。うん、今度はちゃんとバイキルトしたよ。おお、ここで菊池さんのような文化。これでここは突破したようね。でも次がすぐに始まるよ。まあここからは剣の前連発だな。そうだね、とりあえず一体倒して勝ちどきを発動させたいよ。うん、勝ちどきが発動してスーパーハイテンションになったわね。あーでも序盤にかけたバイキルトの効果がもう切れそうだな。せめて一発目だけでも間に合うかな。そうね、せめて一発だけでも。どうだろう、際どいところだな。うん、バイキルトの効果は切れたけど、どうかな。うん、効いてる効いてる。一応、横のボストロールを倒したからまたスーパーハイテンションになれたね。おお、このまま剣の前で倒せるんじゃね。勝ったー。結局美味しいところは持っていけたわね。序盤にやらかしてたけどな。そこはスルーしてください。じゃあ次は僕の鍵を使ってゾンビラッシュの超級に挑んでみようか。やめなさい、あんた絶対負けるに決まってるじゃない。いやいや、やってみないとわからないよ。そればっかりはやらなくてもわかるわ。なんだ、超級ってそんな難しいのか。難しいなんてもんじゃないわよ。全員レベル99でも普通に負けるわよ。確かに、本来ならレベル99は当たり前で、特性と特技もバッチリっていう状態で挑むのが超級だもんね。おいおい、そんなの他の3人は知ってるのかよ。もちろん知りません。ダメじゃねえか。まあでも、超級の鍵自体がめちゃくちゃレアだし、いい経験になるかもしれないわね。そんなレアな鍵なんだな。うん、降臨系の超級の鍵は、めったに手に入らないレアアイテムだよ。そうか、だったらできれば勝ちたいな。いや、負けから学べることだってあるよ。めちゃくちゃ消極的だな。まあ冗談だよ冗談。4人とも全力でバトルに挑むつもりだよ。とりあえず、開幕のバイキルトだけは忘れないでね。へいへい。あれ、でもオーロラブレスにバイキルトは関係ないだろ。まあでも、一旦剣の前で様子を見たいんだよね。なるほどな、まあ好きにすればいいさ。オーロラブレスは強力だけど、MP の消費も多いからね。それを言うなら剣の前も結構な消費量よ。あそっか、あんまり意味なかったね。なんだそれ、しっかりしてくれよ。うん、でもやっぱり今のダメージを見ると、剣の前よりオーロラブレスの方がはるかに良さそうだよ。じゃあ、ここからはもうオーロラブレス連発ね。なんてったって、効果抜群でダメージが2倍になるからね。おい、なんでこのタイミングでまたバイキルトしてんだよ。ふっふっふ、なぜこのタイミングでバイキルトかって？ただの操作ミスです。何やってんだよ、この大事な時に。よし、一旦仕切り直して。
暗い僕の親友のオーロラブレス。おお、2倍だとさすがに強いな。でも、今のダメージならダークドレアムのグランドクロスの方が良かったわね。確かに、あっちは通常時で全体に2000以上だもんな。このタイミングでその話する？あ、今たかしさんの指導がベホマを使ってくれたわね。ありがたいな。じゃあ、改めて前線に出てオーロラブレスだ。おお、もう一息で倒せそうだな。一匹でも倒せれば活動機が発動するし、かなり楽になるんだけどな。あっとここでジャジャーン菊池さんが倒れちゃったわ。今の音からすると痛恨の一撃を食らっちゃったね。菊池さんの仇は僕が必ず取ってやられた。え、今何がどうなったの？どうもこうもないぜ。あんたもバッチリ痛恨の一撃でやられたわよ。まだ HP1400 以上残ってたのに。まあ、それが超級というものよね。めちゃくちゃ難しいんだな。あとは、たかしさんとシロアさんに任せるしかないわね。それなんだけどさ。シロアさんバトルに参加してねえぜ。嘘、そんなはずはないよ。確かにこのヤマタノオロチ、つままれたまま降りてこないわね。それが今だけじゃなくて、始まった時からずっとなんだぜ。あ、今降りて速攻で倒されたね。そして MP を使い切った指導だけが残されたわね。これはもう絶対絶命ですね。まあ、負けから学べることだってあるよ。またいいのかそのセリフ。まあ、結果はどうあれ、やっぱりみんなでやるマルチは楽しいわね。そう、それが言いたかったんだよ僕は。何で M の言葉に全力で乗っかろうとしてるんだよ。まあでも、同じ部屋でやるマルチが盛り上がるのは間違いないな。そうでしょそうでしょ。ちなみに、シロアさん、ジャジャーン菊池さん、たかしさんのチャンネルでは、今言ったバトルとはまた別のところにチャレンジしてるので、ぜひ見に行ってくださいね。他のお三方は実写のチャンネルだから、コミチンが代わりに頑張ってくれたのよね。おう、バッチリ活躍してきたぜ。おう、さすがコミチンだね。シロアくんがスライムで参戦するとか、なかなかカオスなマルチバトルだったけど、それはそれで現場では盛り上がったよ。マジで、それは楽しみだね。後でみんなで見てみましょ。了解だぜ。じゃあ、動画概要欄にリンクを貼っておくね。あと、このアプリのダウンロードリンクも貼っておかないとね。うん、友達同士で一緒に遊んでくれたら嬉しいな。そしてもし始めるなら、この動画のパート1から順番に見ていくと、一斉についてめちゃくちゃわかりやすいぜ。うん、ぜひ参考にしてみてね。それでは、今日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくね。